なんだ。あのさ、もしよかったら、その修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この木ノ葉先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ、せっかく戻ってきてるんだもんね。ついてこい。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。無駄だ。攻撃は積み立てが重要だ。近接攻撃だけに頼らず、飛び道具での牽制も忘れるな。今に攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。今に無駄だ。無駄。そこか。残念でした。今に常に把握しておけ。チャクラの有無が勝負を決する。無駄に使えば勝利は遠のく。パパの前で示さなきゃ私の本気を。パパ豪華級の術なところね。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ、パパ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ、今のお前に教えることはない。お前の強さは、俺がよく知っている。でも、今は、お前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう。
もはやこの大地に用はない。禁止。はっ。行くぞ。狙いは？かぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋岩をこの数日で。よっしゃー、なんてやつだ。この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。さーて、サスケのおっちゃんはどこに行っかな。里にいればいいけど、いなかったら森の中かな。なんかそういうとこが好きそうだし。その目でしっかり見てくれってばさ。どうだ。随分と小さいな。それでは螺旋岩とはとても言えないが、できていることに。最後まで話を聞かないやつだ。畜生。どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では私がいいものをあげましょう。それって。これを使えばその方に認められるはずですよ。これからはクール、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。さ、新しい和歌の実力を見せてきてください。おう。サスケのおっちゃんはまだ森にいるかな。
とりあえず行ってみるってばさ。今度こそ認めさせてやるってばさ。どうだ。よくも少ない時間でそこまでできたな。ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。でどうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか。全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。変わった俺の実力を見せてやれ。生まれ変わった水雷なんか言ってくれってばさ。やってやる。おっちゃんもびっくりなボルト忍術炸裂だってばさ。俺の華麗な術の数々。この前よか強えだろ俺。俺は本当の力を見せろと言った。だが、これがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた。なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そんで父ちゃんに勝ちてえからだ。うすらトンカチが。うすら
何？いいだろう。望み通り、これから修行を始める。よっしゃ！ボルト、遅いね。あいつ、今日が中忍試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれはありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんたパパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると、筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら、行くよ。火影の屋敷の前でこの浜る先生が待ってる。